カバ山は、茨城県桜川市と、同石岡市との境に位置する標高709メートルの山である。北から、御嶽山、雨引山、円山、カバ山、丸山、足尾山、きのこ山、弁天山、筑波山の順に連なる筑波連山北部の山の一つである。筑波連山の中では、877メートルの筑波山に次いで標高が高い。 古くは、上母山、上馬山、神馬山などとも言われていた。天狗の山としても知られており、三角点のある標高709メートルの山頂には、カバ山神社本宮の本殿が鎮座している。カバ山は、筑波山や、足尾山と並んで、古来より山岳信仰の対象となっており、霊場である山中には、社や祠が、 数多く点在し、737の神々が祀られている。霊石とされる巨岩や祈願も数多い。現在信仰の中心となっているのは、日本穂高の統制の際に創建されたと言われる、カバ山神社である。現在は三社で構成され、本宮、中宮の親具がこれに当たる。山頂付近には、本宮、 中宮の、親宮の本殿と拝殿がそれぞれ独立して鎮座し、祭礼も別々に行われている。また、最六の桜川市長岡には本宮、親宮の里宮が、登録の石岡市大塚には、中宮のの里宮がある。さらに、平成16年には、最六の桜川市長岡にも、中宮のの里宮が建立された。山頂や、 最六の桜川市長岡には、同じ、カバ山神社を社号とする三社の社殿が近接して、鎮座しているため、混乱してしまう登山者や参拝者も多く、それぞれの社殿を間違えて紹介している、登山ガイドブックも多い。カバ山神社中宮の御拝殿、親具御拝殿祠が点在する親宮寺山頂に、ある本宮御本殿カバ山は、1884年に、 カバさん事件の舞台になっており、山頂付近には、吉田茂が建立した、記念碑がある。登山道はいくつかあるが、最六の桜川市長岡のカバさん神社本宮、親宮の里宮から、山頂南側の本宮拝殿を経由して、元宮本殿のある山頂に至る、本宮路と、同じく、桜川市長岡のカバさん神社本宮、親宮の里宮から、 山頂北側の親宮拝殿、本殿を経由して、元宮本殿のある山頂に至る親宮寺がよく知られている。本宮路と親宮寺は3合目の桜坊で分岐する。公共交通によるアクセスとしては、桜川市、つくば市間広域連携バスが利用できる。登録からは、石岡市大塚の河場山神社中宮の,の里宮から、山頂北側の中宮の拝殿、 本殿を経由して、元宮本殿のある山頂に至る、中宮の路がある。また、JR 三戸瀬新和線駅よりスタートし、御嶽山、雨引山、塩山、河場山、丸山、足尾山、キノコ山の順に、筑波連山を重走する登山者も多く、関東触れ合いの道のコースにもなっている。山頂近くまでは、林道と NTT が管理する指導が続いているため、 車で行き短時間で容易に山頂まで登ることも可能であるが、指導の方は未舗装で、ほとんど整備されておらず、道幅も車1台が、やっと通れるほどしかないため、四輪駆動車など、バリきのある自動車で登ることが望ましい。山頂駐車場は、山頂南側の本宮拝殿下と北側の中宮の、親宮拝殿下にある。カバ山周辺は、 花崗岩の産地である。特に、カバ山西川の中原には山用が変わるほどの多くの採石場があり、採録の桜川市は石材の町として全国的に知られている。カバ山登録の石岡市旧八里町地区は、旗箱の産地である。そのため、山頂近くには、タバコ神社も建立されている。カバ山円形中腹に白く見えるのは、 採石城下破山中の花崗岩、採石城山頂近くにあるタバコ神社カバ山神社、マカベ拝殿カバ山神社マカベ拝殿前からカバ山を望む。ありがとうございます。